そこから歴史はね、本当にいいことばっかりじゃないんですよ。必ず紆余曲折、浮き沈みがあります。そして富田屋にも大変なことが起こりました。それは鳥羽伏見の戦いというので、うん、もう丸焼けになって、取るものも取らず、西陣という着物の、まあ、作られているところですけれども、そこに親戚をたどってやってきた。そして何か感動したって言って帰ってくださるんですよ。他にない観光施設であり、学びの間であり、美術館であるわけです。ここにはガラスの容器に入った陶器とか絵じゃなくて、触れるところに、暮らしの中に素晴らしい過去の人たちが作り描いたものが展示されているわけです。そういうものを何か暮らし、ライフスタイルとともに、なんか切実に芸術を感じていただいたらと思いますし、文化体験、これはお茶を楽しんでいただいたり、着物を着ていただいたり、これは体験することによって何か得るものは、見るだけじゃない得るものがたくさんあると思いますので、やったんですが、お客様の声はものすごく喜んでいただくことがやりがいかな、そして日本文化を伝えていけることがやりがいですかね。日本にはあるんですね。春には桜が咲いたり、秋にはもみじが色づいて綺麗だったり、そういう中に1月から12月まで日本の暮らしというものがあるんです。その中にもちろん節句というものもありますし、そして季節ごとの行事があります。その行事は何のためにやるのって言ったら、家族、国家、そして世界の平和を祈る、願って祈って感謝をする、願いと祈りと感謝、これが素晴らしい日本文化だと思いますけれども、まあ、お軸を変え、しつらいを変え、3月にはお人形さんを100体飾り、5月には五月人形を飾り、そして菊の季節には重陽の節句という菊を飾り、まあ、毎月忙しいほどいろんなことが目まぐるしく行事がございます。なんか日本人というのは、この暮らしの中から日本人のホスピタリティ、心の持ちようを学んできてるんですね。神さんと共に、そしてご先祖さんと共に感謝をして過ごしている、その中から生まれる人に対する優しさとか思いやり、真面目さ、正義感、そしてたくさんの方々に来ていただいた時の言葉のかけ方や思いやりや優しさ、それはどこの国にもあるんだと思いますけれど、日本はなんか柔らかい、柔らかさを感じていただけるとしたら、それはこういう暮らしの中から、いつも祈って願って感謝をしたことから、日本人の気質ということが生まれてるんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょう。日本文化、一言で言うのは難しいですが、雅な心ということではいかがでしょうか。そうですね、優雅さもあり、優しさもあり、思いやりもありという文化じゃないかなと思うんですけど、今コロナでこんな風に外国からお客様がいらしてくださらないから、
ものすごく大変です。そして売り上げもありませんし、でもこれからコロナもいつまでも続くわけじゃないから、またたくさんのインバウンドの方々に来ていただいて、この日本文化の良さ、優雅さを伝えていきたいと思っていますし、計画としては日本人もこの頃は知らないことがたくさん若い人たちはあるんですね。その人たちにも学びの心、そして教えていきたい、そして受け継いでいきたい、こんな素晴らしい文化行事、これを絶やすわけにはいかないので、目標としては、まあ私の命がある限りこの文化を受け継いでいきたいというのが目標です。韓国はね、本当にお近いです、日本から言うと。そして私は今韓国ドラマが大好きで韓国のドラマの純粋さと強さと優しさ、これは日本とちょっと共通する部分がありますし、それをもう少しこうリアルにしたような、カンドラにハマっておりますだから皆さん、いらしてください。カムサミダ、ドローセオ、ありがとうございます